七熊。俺は浜中慎太郎、ロクトラ不動産で働く社畜だ。はあ、今日も終電で帰宅か。疲れた。俺のアパートはこの公園を突っ切るのが近道なので、いつもここを歩いてる。うわ、寒い。3月に入ったってのになんでこんなに寒いんだ。早く帰って寝よう。その時、視界の先にぼやーっと人影が浮かび上がった。キャッ、幽霊！近づくにつれて本物の人間だと分かってほっとしたけど、今度は疑問が浮かび上がる。こんな深夜に何してんだ？体洗ってんのか？なんと、寒空の下、深夜の公園で女性が服を着たまま体を洗っていた。ちょっ！こんなところで洗ってたら風邪ひきますよ。顔を上げた女性は濡れてボロボロの服が肌に張り付いていたが、痩せてガリガリのようだった。家にお風呂ないの？もしかして水道止まってるとか。声をかけながら後悔した。こんな若い女性に、俺めちゃめちゃ怪しいやつじゃね？無視して帰ればよかったんじゃね？何やってんの俺。お母さんに追い出されて、もう1ヶ月も体洗ってなくて、行くとこもなくて。うわ、厄介なことに巻き込まれちまったな。他に頼る人は？いません。ああ、もう巻き込まれついでだ。よかったらうちで風呂入ってく？え、いや別に俺いやらしいこととか全然考えてねえから。社畜で帰って寝るだけでそんな気力も体力もねえっていうか、恋愛経験ゼロだし。あ、俺は浜中慎太郎。あ、これは俺の名刺ね。って俺ますます怪しいやつじゃねえか。とにかくこのままだと風邪ひくから。すみません、それじゃよろしくお願いします。よかった。私早瀬ミクです。ミクちゃんか、よろしくね。どうぞ。うわあ、ごめん、忙しくて掃除する暇なくて。あ、いえ大丈夫です。あ、まずは何か食べる？そんな、申し訳な、すみません。いいよ、俺も腹減ってるし一緒に食べよう。ありがとうございます。って言ってもカップラーメンしかなかった。ごめん。全然いいです、ありがとうございます。味噌カレーラーメンと激辛あんかけラーメン、どっちがいい？じゃあ味噌カレーラーメンで。オッケー、はい、どうぞ。いただきます。おいしい。あのさ、どうしてあんなとこにいたのか聞いてもいいかな？お母さんに追い出されたって言ってたけど、1ヶ月って相当だよな。うん、実はお母さんの彼氏に告白されて迫られて、私は拒否してたんですけど、それをお母さんに見られて、二度と戻ってくるなって言われて追い出されたんです。え、それってミクちゃんのせいじゃないよね？お母さん、その彼に夢中だったから、私の言うことなんて全然信じてもらえなくて。そっか。4月になったら入寮して働く予定なんです。それまでここにいさせてもらえませんか？家事でも何でもするので、どうかお願いします。でも俺全然知らない男だけど大丈夫？慎太郎さんは全然知らない私のこと助けてくれました。入寮して働く予定ってことは23歳ってこと？いえ、高校卒業して18歳なんですけど。え？未成年じゃねえか！って今の成人は18歳だけど、それでもまだ子供だろ。俺ヤバくないか？警察に相談に行こうか。え？
警察ってあんな対応なのか。警察に行って相談したものの、ミクちゃんは成人していて、家族から行方不明届や相談があるわけでもないので、本人と俺の同意の下で滞在するのであれば問題ないと言われた。ご迷惑はおかけしないので、どうか少しの間置いてください。わかった。その代わり、お母さんにはここでしばらく暮らすって連絡しといてくれるかな。わかりました。こうなったら責任持って面倒見るしかないよな。ああ、忙しくて掃除してなかったんだ。疲れて帰ってきてんのに、俺は何やってんだ。あ、風呂を用意できたからどうぞ。これバスタオルと着替え。俺の T シャツとスウェット、でかいと思うけど。ありがとうございます。ああ、全然気にしないで。あの子が上がったら俺も風呂に入るか。なんて言いながらも、俺のまぶたはどんどん重くなってきた。ダメだ。限界。あの、お風呂ありがとうございました。はい、ベッドで寝て、うん、え、あの、でも、おやすみ。すみません。あ、行ってって。俺またソファーで寝落ちしてたのか。ちゃんとベッドで寝ないとな。さてと。え？うわ！誰かいる！すみません。え？あ、そうだ。俺、ホームレスの女の子止めてたんだった。いえ、こちらこそ。俺、ソファーで寝るんで。いえ、私がソファーで寝るので大丈夫です。いや、俺が。私が。俺か。私が。まだ眠い。あれ、いい匂いがする。味噌汁の匂いか。あ、慎太郎さん、すみません、勝手にキッチン使わせてもらっちゃいました。朝ごはん作ってくれたんだ。はい、家でも家事してたので、こちらでお世話になるからにはしっかり働かせてもらいます。ありがとう。慎太郎さん、これお弁当です。ありがとう。そうだ、これ。え、鍵ですか？これないと買い物とか行くとき困るでしょ。慎太郎さんって本当いい人ですね。甘えてる私が言うのもなんですけど、いい人すぎて心配になっちゃいます。誰にでもじゃないよ。行ってらっしゃい。お仕事頑張ってくださいね。うん、行ってくるよ。なんかこういうのいいな。いい気分で一日をスタートしたものの。浜中、お前仕事舐めてんのか。さっさと契約取ってこい。はい。仕事はいつも通りブラックな環境だった。今までは忙しくて流されるままだったけど、俺このままこの会社で働いてていいのかな。今日も終電帰りになっちまった。ミクちゃんもう寝てるよな。え、ミクちゃん、こんなとこで寝てたら風邪ひくよ。慎太郎さん、お帰りなさい。俺が帰ってくるまで待ってなくていいから。すみません、少しでも慎太郎さんの顔が見たくて。かわいすぎだろ。とにかくちゃんと寝ないとダメ。それじゃあせめて同じベッドに寝てくれませんか？いやいや、それはちょっと。昨日は一緒に寝てくれたじゃないですか。あれは言い合いで疲れ果てて。慎太郎さんが隣で寝てくれて、私初めてあんなにぐっすり寝られたんです。だからお願いします。わかった。嬉しい。ああ、俺なんてこと承知しちまったんだ。あれ、浜中、お前なんかあった？まさか18歳の女の子と一緒に暮らしてるってバレてないよな。いえ、別に。どうしてですか？最近肌ツヤとか表情生き生きしてるからさ。前は死にそうな顔してたのに。ミクちゃんが来てから健康的な食事をとるようになったし、
家事をしてくれるから、その分睡眠時間が取れるようになったからな。いつの間にか俺はミクちゃんなしの生活は考えられなくなっていた。その日俺が帰ると、話して、家の中からミクちゃんの悲痛な叫び声が聞こえてきた。え、ミクちゃん？リビングに駆け込むと、知らない男がミクちゃんの腕を引っ張っていた。わがまま言ってないで家に帰るんだ。やめてください。その瞬間、やめろ。男の手を振り払い、ミクちゃんの体を引き寄せた。慎太郎さん、もう大丈夫だから。お前か、ミクをたぶらかした奴は。違う、慎太郎さんは助けてくれたの、あなたから。それじゃこの男が。何言ってんだ、ミクを守るのは俺だ。俺がずっとお前を愛してやるから。やめて。ミクちゃんが怯えてるのがわからないのか。出て行け。その時、玄関から声が響いた。ミク、え、お母さん。ミク、大丈夫？ケイスケに何もされてない？お母さん。声に浮かされて、娘より男のことを信じてミクを追い出すなんて、最低な母親だった。ごめん。ごめんね、ミク。俺は…もう二度とミクにも私にも関わらないで。今すぐ警察呼ぶから。くそ、逃がさないぞ。その後、男は警察に連行されていった。私、ごめんなさい。慎太郎さんが帰ってきたと思ってドアを開けたら、あの男だったの。まさかここを知ってるなんて思わなくて。ミクが出て行ってからケイスケの様子がおかしくなって、ミクの居所を執拗に聞いてくるようになったの。それでも私はケイスケがミクを好きだと認めたくなかったから、かたくなに教えなかったんだけど。見つけた、これだな。ケイスケがミクの滞在先の住所のメモを見つけてしまった。行ってミクを取り戻してくる。ケイスケ、いくら娘が心配だからってこんな夜中に出かけなくても。はあ？お前まだわかんねえの？俺が愛してるのはミクだ。え？でも私を愛してるって言ってくれたよね。こんなババア好きになるわけねえだろ。お前とは金のために一緒にいただけだ。俺はミクと結婚して幸せになる。じゃあな。そんな、その途端今までの熱が一気に冷えていき、私はミクに対してなんてひどいことをしてしまったんだろうと後悔した。ミク、ミクを助けなきゃ。ごめんなさい、何度謝っても許されないことは分かってる。私は最低な母親だわ。お母さん、もういいの。だってお母さんは私を助けに来てくれた。それに家を追い出されたおかげで慎太郎さんに出会えたから、あの、本当に娘がお世話になりました。いえ、こちらこそ。今では俺の方がお世話になってるぐらいで、ミクちゃんなしの生活が考えられなくなってるほどです。慎太郎さん、私も慎太郎さんなしの生活なんてもう考えられない。ずっと一緒にいたいです。お願いです、このまま二人で暮らすことを許してもらえませんか？それがミクの幸せになるのなら。ありがとう、お母さん。ありがとうございます。それから3年後、俺とミクちゃんは結婚した。ミク、おめでとう。慎太郎くんと幸せになってね。ありがとう、お母さん。あの日、公園でホームレスだった私に声をかけてくれてありがとう。慎太郎さんと出会えて本当によかった。俺もだ。ミクちゃんは俺の人生を変えてくれた。慎太郎さん、大好き。俺もミクちゃんが大好きだよ。一緒に幸せになろう。あれから俺は転職し、
やりがいのある仕事とストレスのない人間関係に恵まれて充実した毎日を過ごしてる。ミクちゃんと出会わなければ転職しようという気力なんて起きず、未だにブラック企業で働いていたことだろう。人生何があるかわからない。これから二人で明るい未来を築いていこう。俺は成瀬陸。ダメダメなサラリーマンだ。新卒で入社して3年目を迎えたが、これという成果は出せずにいる。特に面白みのあるキャラクターでもないため、他の社員と仲がいいわけでもなく、完全に会社のお荷物だ。成瀬くん、ちょっといいかしら。はい。彼女は神林渚さん。少し厳しい俺の上司だ。きっと仕事のことでお叱りを受けるんだろうな。来月の社員旅行、参加でいいわね。え？社員旅行？旅行は嫌いじゃない。でも、特に仲のいい同僚がいない俺にとって、社員旅行は地獄以外の何物でもない。ぼっち高校生の修学旅行みたいな感覚だ。何か断る方法は、じゃあ参加ね。あ、ちょっと待ってください。実家に帰省する予定が。あれ？実家は確か隣の県よね。いつでも帰れるんじゃない？あ、そうですね。なぜ俺の実家を把握してるんだ。では参加で問題ないわね。はい。結局まともな言い訳が見当たらず、地獄の社員旅行に参加することになってしまった。田舎だ、旅館だ、大自然だ。ちょっとかなえ、みっともないからはしゃぎすぎない。もう課長、息抜きはちゃんとしないと、あっという間に老けちゃいますよ。オフィス戻ったら覚えておきなさい。ゲー。みんな楽しそうだな。はあ、お家が恋しい。あの確かこの人、受付の沢城さんだったな。どうしました？いえ、なんでも。なんなんだ。まあ、とりあえず来ちゃったし、旅館を謳歌するか。ふう、極楽極楽。今思えば、温泉に入るのはかなり久しぶりだ。いいものだな。同僚と何かするわけでもないし、ゆっくり使ってよ。あら、いい温泉ね。え？ちょ、課長、大きくて羨ましいですね。私よりも須藤さんの方が立派じゃないかしら。私は別に。さきさん、触らせて。ダメですよ。どういうことだ。てか、混浴なのに誰もいないですね。邪魔なんでタオル取っちゃっていいんじゃないですか。やめときなさい。マジか。混浴だったのか、ここは。大人の色気で人気を集める部長の神林渚。ミステリアスな美人受付嬢沢城咲、明るく社交的な爽やか新入社員須藤かなえ、オールスターじゃないかと一瞬高揚しかけたが、自分の置かれている状況を冷静に分析し絶望した。さすがに気まずすぎるだろう。お家に帰りたい。女同士で露天風呂、レッツ恋バナ企画ということで、咲さんは好きな人います？私からですか？この反応はいるな。人に聞く前に自分が話しなさい。私、成瀬さん気になるんですよね。成瀬俺？そうなの？なんか成瀬さんってダメダメですけど、一生懸命で可愛いじゃないですか。そうかもね。でもああいうタイプは年上の方が相性いいと思うわよ。この絵3つくらい下でしょ。歳なんて関係ないですよ。私、学生時代バスケ部のキャプテンだったんで、引っ張るの得意ですよ。私も美術部の部長だったので、そういうのは得意かも。さきさん本当？というか、お二人の反応、まるで俺のこと好きみたいじゃないか。これは何だろう、夢かな。恋愛に疎遠だった俺にこんな展開はありえない。あれこれ考え、彼女たちが上がるのをひたすら待っていた。そんな時、
おう、美女発見。なあなあ姉ちゃんたち、俺たちと一緒に話そうよ。すいません、結構です。またまたそういうこと言って。そうだ、この後俺らの部屋で飲もうよ。結構って言ってるの聞こえませんか？耳遠いんですか？なんだこの生意気なやつは。下手に出て誘ってんだから、あんま調子に乗らない方がいいぞ。まずい、これはトラブルの予感。かといって俺が一人で仲裁に入ったところでこの状況をややこしくするだけだ。何か手は。我が名は温泉の神、神聖な場での愚行は許さぬ。何をやってるんだ俺は。ここは有名な温泉街で、付近には湯神という温泉の神様を祀る神社があった。それを利用したのだが、さすがに子供騙しすぎるか。ああ、黒歴史を作ってしまったな。そう考えていたのだが、俺のとっさの行動は案外効果があったらしい。おい、あれ神社のやつじゃね？あ、温泉でナンパは罰当たりだ。帰るぞ。一番の罰当たりは神を利用した俺なんだけどな。まあとりあえずよかった。純粋な人たちで、これで彼女たちは。ん？彼女たち。いや、これは。キャーキャー、ごめんなさーい。背景、お父上、お母上、俺、この会社を辞めるかもしれません。ああ、明日からどういう顔して関わればいいんだ。成瀬くん、いないですかね。入っちゃいません？まずい。ここが1階でよかった。大の大人が情けないが、窓から部屋を抜け出し、夜道へ駆け出した。はあ、結局全く温泉堪能できなかったな。我が名は温泉の神。ま、罰が当たったって、あれ？成瀬さん見つけた？さっきのはその…さっきは驚きましたけど、助かっちゃいました。それにしてもずっと潜んでいたとは感心しませんな。ごめん、混浴だとは思わなくて。成瀬さんのことだからそういうことだと思ってました。じゃあ、あの話も聞かれちゃってましたよね。話？とぼけないでくださいよ。成瀬さんのことが気になってるってこと、あれマジですからね。え？でもこんな俺だよ。成瀬さんは自分のこと過小評価しすぎですよ。やり方は変わってるけど、さっきみたいに助けてくれますし、そういう優しいところ、乙女は結構好きになっちゃうんですよ。あ、課長から電話。本当はこのまま二人で抜け出してと言いたいところですが、成瀬さん部屋でゆっくりしたいでしょうから、今日はこの辺にしておきますね。課長たちにはうまくいっておきますから。ありがとう。須藤さんの気持ちには正直まだ半信半疑だが、さっきのことは穏便に済んだらしい。いろいろと情報量が多すぎて頭がパンクしそうだ。とりあえず部屋戻って寝るか。さすがにこの時間は大丈夫だろう。結局あの後全く眠ることができなかったので、俺は男風呂へと足を運んだ。しかし残念なことに男風呂は清掃中で、空いてるのは混浴のみ。時間は3時30分。さすがにこんな深夜に入る人はいないだろう。そう思っていたのだが。あら、成瀬くん。課長？勇気あるわね。さっきの一件があったというのに。いえ、本当に違うんです。あの、俺戻ります。待ちなさい、課長命令よ。きちんと温泉を堪能していきなさい。私と二人きりは嫌だった？いえ、そんなことは。そういう課長こそ俺と二人で入るなんて。私はむしろ嬉しいわ。二人でゆっくり話したかったの。え？私の女としての感情は一旦置いて、課長として成瀬くんのことが気になってたのよ。実績はなかなか出ないけど、人一倍頑張ってるわ。嫌な仕事も率先してやってくれて、そんな成瀬くんをこの旅行でねぎらいたいと思ってたのよ。そうですか。でも実績がなければ意味がないですよ。私が思うに自信の問題よ。自信？
成瀬くんは頼りなさそうに見えるけどガッツはある。一生懸命だし、顔だって整ってる方だと思うわ。なのにあなたは自分のことを過小評価してる。自分のことを嫌っている。だからいつも悪いパフォーマンスになっちゃうんじゃないかしら。過小評価、須藤さんにも同じこと言われました。そう。でも自信というのは実績から来るものじゃないですかね。自信つけろと言われても今すぐには。そうね、仕事の実績は現状ない。でも別の実績があるじゃない。え、ここからは課長じゃなくて一人の女として話するわね。私は一生懸命な成瀬くんが好きよ。もう一度言うけど、課長じゃなくて女として。え、これも十分な実績じゃない。課長を落としたっていうのは、付き合ったらさらに箔がつくわね。な、はあ、え、ちょっと成瀬くん、嘘をのぼせた。あの後俺は布団で一日を過ごした。そしてあっという間に帰りの時間。結局最後の最後まで温泉を堪能することはできなかった。でも当初思っていたよりも楽しいというか刺激的な旅行になった。それは帰り道も。またのぼせそうだ。な、何か。別に何でもないです。鼻の下伸ばしてるから気に食わないなんて思ってませんからね。そんなこと一言も。今月のノルマ、成瀬くんだけ増やそうかしら。それは勘弁してください。お、沢城さん、そこを変わってもらおうかしら。いやいや、ここは私でしょう。課長、課長命令よ。嫌です。な、今ですらこの状況を夢ではないかと疑ってしまう。本当に頭がパンクしそうだ。でも一つだけ分かったことがある。自分が思っているよりも見てくれている人はいるものだ。何もかもダメダメな自分だと思っていたが、少しばかりはいいところがあるらしい。ほんの少し自信がついたかもしれない。そういう意味では悪くない旅だった。そう感傷に浸りながら刺激的な旅は幕を閉じたことはなく。さあ、旅行の振り返りってことでたくさん飲みましょう。俺はいていいのかな。誰が一番好きなのか決めてもらいたいので。そんな。だいたいなんでみんな旅行になった途端気持ちに素直になってるのよ。そりゃあ裸を見られたら正直にもなりますよ。なんだそれ。リクくん、これ旅館で買ってきた。え、俺に。うん、サキさん案外グイグイだな。この会社はライバルが多いわね。ということで成瀬さん、この中で付き合うとしたら誰。すいません、生ビールおかわり。諦めかけていた社会人生活だが、この旅行をきっかけに何かが少しずつ動き始めたらしい。背景、お父上、お母上、俺、この会社で楽しく仕事ができそうです。俺は武井翔太、28歳。初恋をこじらせ恋人いない歴10年になる。あ、母さん、どうしたの。翔太、お盆は帰ってくるの。ああ、お盆、どうしよっかな。帰省ラッシュとか考えるとしんどいから、お盆とお正月には帰省せず時期をずらしていつも帰っていた。まあ別の理由も実はあるんだけど。お盆にね、高校で合同同窓会やるってお知らせが来てたわよ。え、でもうちの高校って廃校になったじゃん。あの高校、跡地を再利用することが決まって解体することになったんですって。それでタイムカプセルを掘り出そうってことになったみたいよ。ああ、そういえば卒業式の時にタイムカプセル埋めたな。せっかくの機会だから帰ってきたら。そうだな、じゃあ帰るよ。あら、そう、翔太の好きなものいっぱい用意して待ってるからね。うん、ありがとう。同窓会か。そう考えて
人の女の子の顔が浮かんだ。幼馴染だった。相沢優香だ。俺が生まれ育ったのはど田舎。学校は1学年に1クラスしかないため、全員が生まれた頃から知ってる幼馴染だ。翔ちゃん、今日はどこで遊ぶ？海行こうぜ。ああ。あやぐぞ。負けねえ。ちょっと気をつけてよ。いつものことだけどね。わっ、すげえでかいシーグラス見つけた。わあ、綺麗。これやる。でもこれ翔ちゃんが見つけたやつでしょ。いい、だって今日優香の誕生日じゃん。だからやる。嬉しい、大切にするね。中学になってもクラスの顔ぶれは変わらず。みんな中学生になったんだから、もっと勉強しないと。高校もみんな同じとこ行くから、受験とか関係ねえじゃん。高校はたくさんの人が集まるんだよね。楽しみだな。俺彼女作りたい。俺も。ヤスとタカシは無理でしょう。無理無理、私は作るけどね。ゆうかも彼氏欲しいとか思ってんのかな。この頃から俺は優香のことをただの幼馴染ではなく、恋愛対象として意識するようになっていた。翔ちゃん、海行こう。海。え、突然来てなんだよ。いいからいいから。あるかな。何探してんの。シーグラス、翔ちゃんも探してくれる。それよりほら。え、シーグラスじゃなくてこれやる。今日誕生日だろ。ありがとう、嬉しい。開けていい。もう優香のなんだから俺に聞く必要ねえだろ。じゃあ開けよう。あ、かわいいネックレス。ほら帰るぞ。待って、今つけるから。後ろ向いて。うん、よし。本当に可愛い。ありがとう、大切にするね。ほら帰るぞ。うん。優香が好きだ。でも逃げ場のない田舎でもし告って振られたらと思うと怖くて、ヘタレな俺は優香に告白することができなかった。高校にはたくさんの生徒が集まってて、クラスも2つに分かれていた。翔ちゃん。ああ、優香。何？平和辞典貸して、忘れてきちゃった。ったく、んなもんロッカーに置きっぱなしにしときゃいいだろ。置きっぱなしにしてたら宿題とか困るじゃん。宿題は家でやらねえし。やりなよ。ほらよ。ありがとう。おう、なあなあ、竹井って優香ちゃんと幼馴染なんだよな。マジで？羨ましい。可愛い幼馴染がいてほしい人生だったわ。俺だけじゃねえよ。うちの田舎出身のやつらみんな幼馴染だから、優香のこと幼馴染かって聞かれるたびに小さく傷つく自分がいる。いつまでも幼馴染の枠から抜け出せない。優香ちゃんってほんと可愛いよな。うちの学年で一番、いや学校で一番だな。高校に入ったら優香とこれまでとは違う関係になれるかもって期待したけど、美人でスタイルのいい優香は注目の的で、昔よりも遠い存在になっていた。優香ちゃん、3組の相馬先輩から告られたらしいよ。え、相馬先輩に？美男美女カップル爆誕じゃん。あ、でも付き合ってるかどうかは分かんないんだけど。そんなん断る選択肢ないでしょ。だよね。え、そうなのか。あのさ、優香って相馬先輩と付き合ってんの？なんでそんなこと聞くわけ？別に噂で聞いたから。気になるなら直接優香に聞けばいいじゃん。いいよ、そこまでしなくても。あのさ、いくらイケメンに告られたからって優香は好きでもないやつと付き合わないからね。そうそう。そっか、そうだよな。
なんて思ってたが。あ、ゆう。学校の帰り道、ゆうかを見かけて声をかけようとしてやめた。男と一緒に歩いていたからだ。あれ、相馬先輩だよな。なんだ。ゆうかは相馬先輩のことが好きで、オッケーしたってことか。告白することなく、俺の初恋は終わりを迎えた。ああ、しんど。こんなことになるなら、告って玉砕した方がマシだったな。ゆうか。それから俺は。あ、翔ちゃん。ああ、もう、何やってんだ俺は。ゆうかを見るのが辛くて、避けるようになった。あの、武井先輩が好きです。付き合ってください。ああ、いいよ。ほんと、最低なことをしたと今では後悔してるけど、この時の俺は優香を忘れようと必死だった。なんだよ、突然呼び出して。ねえ、園田さんと付き合ってるって聞いたんだけど、そうなの？関係ねえだろ。ちゃんと答えて。ああ、付き合ってる。園田さんのこと好きなの？わかんねえ。翔太、あんた最低だよ。あんたが好きなのは誰？園田さんじゃないでしょ。うっせえな。お前らに関係ねえだろ。口出しすんな。あのね、ゆう、直子、それは直子が言うことじゃないよ。だよ。じゃあな。そして迎えた卒業式。では、タイムカプセルを埋めます。タイムカプセルは10年後に掘り起こすことを目的に、自分宛でもクラスメイトや先生宛でもいいから手紙を入れた。10年後の自分に言うことなんてなくて、優香にだけ手紙を書いた。今はもう目を合わせることすらなくなったけど。高校卒業後、俺は上京して大学に進学し、そのまま就職。優香は福岡の大学に進学して就職したらしい。俺はみんなが帰省する盆や正月に帰らず、時期をずらしていたので、優香には高校卒業してからずっと会っていなかった。懐かしいなあ。あれから10年か。お盆休みに入って帰省した俺は、廃校になった高校に来ていた。本来なら、10年後のタイムカプセル掘り起こしは俺たちの学年だけなのだが、廃校になって立ち入り禁止となっていたため、今回一気に掘り起こすことになり、大勢の人でごった返していた。優香は来てないのか？翔太、久しぶり。こっちに戻ってきてたんだ。おお、直子、清美、元気だったか？うん、こいつらもね。翔太、お前すっかり東京に染まっちまって。お前たまには地元帰ってこいよな。ああ、あの、優香は仕事が休めなくて来られないんだって。残念だよね。せっかくみんなで集まれると思ったのに。そうだな。それではこれよりタイムカプセルの掘り起こしを始めます。俺、手紙に何書いたか全然覚えてねえ。俺も。掘り起こしたタイムカプセルは体育館に集められ、一つずつ名前を呼ばれて渡されることに。武井さん。武井翔太さん。あ、はい。あれ、なんか入ってる。俺、自分宛の手紙書いてないから空のはずなのに。この後飲み会でタイムカプセル開けようぜ。俺んとこ集合な。ヤスは高校卒業してから家業の居酒屋を継ぎ、なんとナオミと結婚した。今では二児の父親だ。ああ、楽しみにしてる。それじゃタイムカプセル開けるか。それぞれがタイムカプセルを開け、懐かしい手紙を手にする。いや、俺、10年後に大統領になるって書いてる。バカすぎるな。私は可愛いお嫁さんだって。え、直子、叶ってんじゃん。これは、叶ってるのか？はぁ、たかし、なんか言った？あ、俺はサッカー選手だって。そういや、マジでサッカーばっかやってたもんな。
したの、清美。レン君と結婚する、レン君ずっと大好きって書いてある。うわ、早川レン、私の黒歴史思い出したくない過去。ウケる。翔太のは？これ、俺のじゃねえんだよな。カプセルに入ってた封筒の字を見てドキッとした。見覚えのある字。高まる緊張を抑えながら手紙を開ける。10年後の翔くんへ。翔くんにずっと伝えたかったことがあります。10年後の誕生日にあの海で待ってます。なんだこの手紙。封筒には手紙とともにシーグラスとネックレスが入ってた。期待させときながらも真意が見えない。優香の手紙に大きく気持ちが揺さぶられ激しく動揺する。翔太、これあげる。え？これ、優香のタイムカプセル、先生に頼んでもらっておいたの。翔太が優香に渡してくれる？え、でも行くんでしょ？あ、うん。10年後の優香の誕生日はあさって。俺が東京に戻る前日だ。今さら優香に会って何か変わるのか。そんなことを思いつつ期待する自分もいて、俺は約束の場所、懐かしい海に来ていた。近づいていくと、そこにウェディングドレス姿の女性が立っている。ん？何かの撮影かな。でも周りに誰もいないみたいだけど。来てくれてありがとう。え、優香？ウェディングドレス着て立ってるからびっくりした。え、あ、うん。え、これ一体どんなシチュエーションなんだ。実は私、結婚することにしたの。そうなんだ。おめでとう。それで翔ちゃんをここに呼び出したの。そっか。優香が結婚すると聞き、思いのほか俺はショックを受けていた。高校の時に失恋して優香を忘れようと必死に努力して忘れたと思ってたのに、全然優香のこと忘れてなんかいなかった。翔ちゃんのことがずっと好きでした。私と結婚してください。ああ、そ、翔ちゃんのことどうしても忘れられないの。もう私のことなんて忘れてるし、どうでもいいって思ってるかもしれないけど。え、ちょっと待って、優香が俺のこと好き？え、ずっとっていつから？ずっとはずっと小学生の頃からだよ。え、だって高校の時に先輩と付き合ってただろ。え、誰？相馬先輩とか言ってたような。相馬先輩？告白されたけどその場で断ったよ。マジで？なんてことだ。俺はずっと勘違いしてたのか。そこでようやく気づいた。あの時、直子と清美は真相を知ってて俺に気づかせたかったんだって。翔ちゃんは園田さんと付き合ってたよね。あ、ごめん。私、翔ちゃんに告白できないまま失恋してすごく悲しかった。もう忘れなきゃって必死に言い聞かせて忘れようとした。俺、優香に彼氏できたんだと思って、優香のことを忘れるために彼女作ったんだ。え？ああ、バカだ俺。優香にちゃんと確かめれば済むことだったのに、怖くて聞けなかった。それじゃあ翔ちゃん、高校の時私のことが好きだったの？あのさ、これ。え？これタイムカプセル？直子がもらっといてくれた。開けていい？うん。俺はずっとずっと優香が好きだった。直接言えなかったから、10年後の手紙に俺の思いを託します。翔ちゃん。俺、遠回りしたけど優香がずっと好きだった。
今でも優香が好きだ。私もそうちゃんが好き。よかったよ。ほんとごめん。俺のせいでずっと待たせて。これからは優香のこと絶対に幸せにするから。だから俺と結婚してくれる？うん、世界一幸せなお嫁さんにしてね。ああ、約束する。おめでとう。は？ちょ、お前らいるならいるって言えよ。まったく、もうやきもきさせるんだから。本当にな。でも本当によかった。だな、みんなありがとな。結婚式にはみんな来てね。とりま、写真撮りますか。もう初恋を見失わない。この恋を、優香を大切にしていくんだ。俺は会社員の真壁斗真、25歳。突然だが、俺には好きな人がいる。あ、大丈夫ですか、金森さん。大丈夫大丈夫。こちらが俺の片思いしている相手、金森美空さんだ。彼女は俺にとって会社の先輩だ。ご覧の通りの美貌の持ち主で、とても優しく、そしてとてもお酒が好きな女性だ。今日は金森さんからのお誘いで飲みに行ったのだが、初めて飲んだお酒がかなり気に入ったようで、いつもよりたくさん飲んでいた。真壁くんと一緒だと楽しくってつい飲みすぎちゃった。そうですか。それはめちゃくちゃ嬉しいけど、こんな風に酔った彼女を一人で帰らせるのは。ご自宅まで送りますよ。大丈夫よ。いや、俺が心配なので送らせてください。そう？じゃあ送られちゃおうかな。俺は帰りますけど、ちゃんと戸締まりしてくださいね。はーい、ありがとうね真壁くん。また一緒に飲みに行きましょうね。大好き。今のはお酒の話だよな。そう思いつつも、俺は金森さんとの距離がただの先輩と後輩から少しずつ近づいているように思っていた。しかし、おはよう。おお真壁、聞いたか、あの話。え、何のことだ？金森さんと花形さん付き合ってるんだってさ。え、同期の田中が昨日の帰り、花形さんと金森さんが親密そうに話してるのを聞いたんだってさ。なんだ、そんなことか。花形さんと金森さんは同期なんだから、親しくしてても別に変じゃないだろう。へえ、二人で旅行する相談をしてたって聞いてもそう言えるか？え、旅行？な、付き合ってるんじゃないかって思うだろ？あ、ああ、金森さんと花形さん、そうだったんだ。どうした？花形さん、こちらが金森さんの恋人として噂になっている花形さんだ。イケメンで誰にでも親切な彼は女性陣から人気が高い。社内一の美女と言われている金森さんとは、まさに美男美女の組み合わせだった。いえ、大した話じゃないですよ。そう？はい。じゃあ真壁、ちょっといいかな？え、は、はい。花形さんに呼ばれて一緒にミーティングルームに行くと、そこには真壁くん、金森さんがいた。え、もしかして私たち付き合ってます宣言？それとも結婚？実は俺の担当している取引先を次から二人に担当してほしいんだ。仕事の話か。花形くん、今度別の部署に移動することになったんですって。そうなんですか。ああ、しかもチームリーダーなのよ。私たち同期の中では彼が一番の出世頭ね。おだてても何も出ないぞ。ってことは旅行は花形さんの昇進祝いか。俺は楽しそうに話す二人を見て、自分の失恋を確信したのだった。それで次の出張に二人も同行してほしいんだ。わかりました。金森さんと出張か。前だったら喜べたんだけど、今の状況から考えて俺はお邪魔虫だよな。それから一週間後、
俺と花形さんと金森さんは大阪にある取引先の社屋を訪ねた。仕事だと言い聞かせても片思いしていた女性が交際中の男性と話している姿を見るのは辛く、俺は出張が滞りなく終わることを心から願った。はい、ではこれからよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あとは帰るだけ。ところでこの後お時間はありますか？この後ですか？いえ、特には。そうですか。いや、ずっとお世話になっていた花形さんが昇進されるとお聞きしたので我々からもお祝いをと思いまして。いや、そんな、どうぞお気遣いなく。まあまあいいじゃないですか。実はこの近くに酒とつまみのうまい店がありまして。え、そうなんですか？おや、金森さんいける口ですか？はい、大好きです。何を考えてるんだ俺は。あれは俺の勘違いだろ。真壁くんもお酒好きよね。はい。いや、そうでしたか。ではぜひ。じゃあお言葉に甘えて。こんな風にお祝いしてもらえるなんて、さすが花形さんだな。そんなわけで俺たちは取引先のおすすめの居酒屋に行き、美味しいお酒と料理を楽しんだ。噂にたがわぬ名店で金森さんは嬉しそうにお酒を飲んでいた。しかし帰りの新幹線があるので俺たちは早めに解散し駅へと向かった。チケット買ってくるからちょっとここで待ってて。はい。俺は花形さんと二人きりになった。なんかごめんな。え、どういう意味だ？まさか俺が金森さんのことを好きなのを知ってる？もっと早く帰れるはずだったのに。そっちかい。いえ、出張先で美味しいものが食べられたらいいなって思ってたのでラッキーでした。そうか、よかった。でも取引先にあんな風にお祝いされる花形さんの後任だと思うとちょっと緊張します。俺で務まるかなって。いや、俺も大したことはしてないよ。ただ、え、実は好きな子がいてさ、その子にかっこいいところを見せたくて頑張ったところもあるんだ。そうなんですか。こんな先輩でごめんな。 いえ全然。そっか、花形さん、金森さんにいいところを見せたくて。大変よ。え、なんだかすみません。え、ううん、大丈夫だよ。まさかこんなことになるなんて。なぜ俺と金森さんがホテルにいるかというと、途中で大雨が降っている影響で東京行きの新幹線は運休ですって。え？1時間ほど粘ったものの、今日中の復旧は見込めないとのアナウンスがあり、俺たちは仕方なく一泊することに。しかし近くでサッカーの試合があった影響で、どこのホテルも部屋が空いておらず、俺と金森さんは唯一空いていたツインの部屋に泊まることになってしまったのだ。花形さんはというと。俺は泊まる当てがあるから。え、当て？少しここから離れてるけど知り合いが住んでるんだ。俺はそっちに泊まるよ。そう言って花形さんは一人電車のホームへと向かったのだった。どうしよう、何か話さないと。あの、花形さんってこちらの出身なんですか？え？知り合いの家があると言ってたので。え？ああ、真壁くんにまだ話してなかったわね。実は彼、結婚するの。え？金森さんとですか？俺が思わず聞き返すと、金森さんは俺以上に驚いた顔で。え？もうそんなわけないでしょ？と言った。ま、待ってくれ、どういうことなんだ？二人は旅行の計画を立ててたって。もしかしてお別れ旅行？最後に二人の思い出の場所を訪れるとか。今日普通に仲良さそうだったけど。俺に気を使ってたのか。そのお相手がこっちに住んでるんですか？ええ、だから今回の出張をすごく楽しみにしてたみたい。元カノの金森さんにそんなことを聞かせるなんて。俺は花形さんのデリカシーのなさに驚いてしまった。金森さん、大丈夫なのかな？はあ、真壁くんと一緒だと楽しくて今夜もつい飲みすぎちゃった。ダメね、私。やっぱり落ち込んでるみたいだ。それはそうだよな。金森さん、
俺、金森さんのことを素晴らしい女性だと思ってます。綺麗で親切で、お酒を美味しそうに飲まれてて、俺は金森さんと一緒にいるととても楽しいです。だからその、こんなことがあったのに落ち込まないでっていうのは無理な話だよな。もし俺でよかったら、そばにいさせてください。これってもしかして愛の告白？ありがとう、すごく嬉しいわ金森さん。よかった、俺の気持ちが伝わったみたいで。これって私たち今日から恋人同士ってことよね。しかも同じ部屋に泊まるのよね。金森さんどうしたんだ？あ、そういえばさっき結構飲んでたっけ。長く話してしまってすみませんでした。そろそろ寝ましょうか。ええ、そうね。私の方が年上なんだからちゃんとリードしないと。その一緒に寝よ。え、金森さんが俺を誘ってる？そうか、失恋してちょっと情緒不安定になってるんだ。それはダメです。え、断られちゃった、なんで？金森さんはまだ花形さんのことが好きなんですよね。え、何言ってるの？違うわよ、私が好きなのは真壁くんよ。え、そうじゃなかったらこんなこと言わないんだから。え、本当に？そもそもどうして私が花形くんを好きって話になったのよ。それは俺は彼女と花形さんが噂になっていることを説明した。やだ、そうなの？誤解よ誤解。私は花形くんが彼女と旅行するって聞いたから、どこに行くのって聞いてただけで。そうなんですか？ええ、彼の恋人は実は今日行った取引先の社員でね、私も面識があるのよ。あ、じゃあ好きな子がいてかっこいいところを見せたくて頑張ったっていうのもそういうことか。ずっと遠距離だったんだけど、彼女の東京支社への転勤が決まって結婚の話が進んだみたいよ。なんだ、こっちのセリフよ。真壁くんが私のことを褒めるから告白してくれたのかと勘違いしちゃって、もうやだ、恥ずかしい。そう言うと金森さんはベッドに顔を押し付けた。金森さん、俺、金森さんが花形さんと付き合ってるって聞いた時すごくショックで、だからその誤解だって分かって今すごく嬉しいんです。それって はい、好きです、俺と付き合ってください。真壁くん、はい、私真壁くんのことが好き、ずっと好きだったの。金森さん、俺が見つめると金森さんは静かにまぶたを閉じた。そして、寝てしまった。翌日、金森さんはいつもと変わらない様子だった。あれは一体何だったんだ？俺は彼女が酔っていたのか、それとも本心だったのかわからないまま、帰りの新幹線のホームに立っていた。金森さんの様子からして多分覚えてないんだろうな。真壁くん。はい。昨日、私、なんか変なこと言ってなかった？やっぱり変だったよね。結構酔っ払ってたのかも。ごめんね。ああ、確かに話している途中で寝落ちされた感じだったので酔ってはいたかもしれません。でも変なことなんて言ってませんでしたよ。だから謝らないでください。花形さんと付き合ってないのは本当みたいだし、それが分かっただけでも。そっか、よかった。でもあれは本当のことだから。だからその
私が真壁くんのことを。俺も好きです。え、本当に私の夢じゃなく。はい。そっか、金森さんも俺と同じように不安だったんだ。俺たちはこうして付き合い始めることになった。そのきっかけになったこの出張を俺はきっと一生忘れないだろう。どうしよう。俺は八尾谷誠、高校2年生。前を歩く女子が落とし物をしたことに気がついていながら声をかけられなかったのには理由がある。それは、どうしよう。俺が拾ったら彼女を泣かせてしまうかも。でも生徒手帳をなくしたら困るだろうし。そうだ、誰かに渡してくれるよう頼んでみよう。あの、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。俺は女子に声をかけてもこうして逃げられてしまうのだ。俺の外見はどうやら怖いらしい。自分ではよくわからないけど、数少ない友人に言わせると顔というよりも全体がホラー映画に出てくるお化けっぽいらしい。おそらく学年で一番身長が高く痩せている上に高身長を隠すように猫背で歩いているせいだと思う。そんな俺が学校中から怖がられる決定打になったのは去年の文化祭だった。1年生だった俺のクラスの出し物はお化け屋敷。そこで俺は女装して八尺様という都市伝説の妖怪を演じたのだが、ポポ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 ポ、俺を見た生徒は百発百中で悲鳴を上げ、中には泣き出してしまう女子がいたほどだった。もともと性格が陰キャなのも相まって、文化祭が終わっても俺は周囲の生徒から怖がられている。女子に逃げられてしまった俺は自分で渡すしかないと思い、落とし主の女子がいる教室へ行くことにした。それにしてもどうして彼女の落とし物を拾っちゃうかな。俺の目の前で生徒手帳を落としたのは同じ1年生の辺見ニカさん。小柄で妖精みたいに可愛いと評判の美少女で、俺とは正反対の存在だ。男女から人気があって、俺も入学した時から彼女を可愛いなと思っていた。そんな彼女を俺は、ポポポポ、泣かせてしまったのだ。俺が声をかけたらまた泣かせてしまうと思い、すぐに声がかけられなかった。これ落ちてましたよ。俺が声をかけると集まっていた女子は逃げていった。やっぱり、あ、私の生徒手帳拾ってくれたの？え、あ、はい、ありがとう。あれ？俺が声をかけても逃げない。あの、中見た？俺は彼女が笑顔を向けてくれたことに驚きつつも、ブンブンと首を横に振った。よかった。実は中にとても大切な写真が入ってて。そうだったんだ。届けてくれて本当に助かったよ。俺が人の役に立てた。じゃあ俺はこれで。待って。え？お礼をさせて。え？そんな、お礼をしてもらうほどのことはしてないよ。ううん、本当に助かったもん。あ、そうだ、私と一緒に温泉旅館に行こうよ。え？あの子本当にやったわ。八尾谷君、近くで見てもどこがいいのかさっぱりわからん。それな、しかも化け屋敷で一目惚れって、相手は八尺様だよ。泣くほど好みの顔だったらしいけど、私らにはちょっと理解できないよね。うん、八尾谷君
ニカの誘い受けると思う？いや、いくらニカでも無理でしょう。わざと目の前で落とし物をして届けてもらったお礼に温泉に誘う作戦なんて成功するわけないよね。おい、あれ見ろよ。え？妖精と都市伝説が一緒にいる？しかも妖精の方がつきまとってるぞ。新しい都市伝説じゃん。ねえ、行こうよ温泉。行きませんよ。当然俺は断ったのだが、ヘンミさんは諦める素振りはなく、放課後になっても俺を温泉に誘いに来た。あれ、何してるんだ松木？彼は松木、俺の数少ない友人の一人だ。助けてくれ松木。どうしたの？実はカクカクシカシカで。なんだって？そうだよな、驚くよな。でも本当のことなんだ。俺は断ったんだけど。行ってこいよ。え？ふつつかな幼なじみですが、どうぞよろしく。これはこれは、どうもご丁寧に。おい、なんでそうなる？俺と辺見さんだぞ。俺は学校中から怖がられてて、辺見さんは学校一の美少女で。まあ、八尾谷、そんなお前を辺見さんが誘ってくれてるんだぞ。それは新しい友達ができるチャンスじゃないか。こんなことは二度とない。そうだけど、松木に二度とないと断言されると確かにそうだなと思い始めた。こんなに怖がられまくってる俺を誘ってくれてる。優しいんだな。あの、ヘンミさん、俺のことが怖くないの？怖い？むしろ好みだけど。ん？友達って好みとかあったっけ？へえ、ヘンミさん見る目あるな。怖がってないのは本当みたいだけど、去年泣かせてしまった俺にどうして。そうか、あの時お化け屋敷で俺を見て泣いてしまったこと、彼女は気にして俺を誘ってくれてるのか。それは彼女の思いに応えなくては。ふつつか者ですが、よろしくお願いします。やったふん、面白くなってきたな。辺見さんの誘いを受けたものの、俺は友達と温泉に行くのは初めてなので、松木に荷造りを手伝ってもらうことにした。なあ、何を持っていけばいい？パンツと着替え。トランプとウノ、どっちがいいと思う？両方持ってけ。そうだな。あ、そうだ、松木は初めて漫画本から顔を上げた。髪切れば？え？そういえば最近切りに行ってなかったな。短くしてさっぱりした方がいいと思うぞ。でも顔が見えると余計に怖がられちゃうんじゃ。いや、むしろ前髪で目元が隠れてるからホラー感出てるんだぞ。でもさ、温泉で髪乾かすのに時間かかると面倒だぞ。あ、確かに。すごいな松木、俺全然そんなことまで頭が回ってなかったよ。そうだろうそうだろう、髪型も俺が選んでやるよ、怖くなさそうなやつ。え、今日は優しいね。どうしたの？俺はいつも優しいよ。さーて、八尾谷の本当の姿を見たら辺見さんどう思うかな。松木に言われた通り、頭をさっぱりさせて俺は温泉旅行出発の朝を迎えた。今日は土日と開校記念日を合わせた連休の2日目。温泉宿は商店街のくじ引きで当たったそうだ。前の日に美容師さんに教えてもらった通りに髪をセットしてきたけど、変じゃないかな。あ、辺見さん。待ち合わせ場所に現れた辺見さんは辺りを見渡して俺を探している様子だった。辺見さん、おはようございます。え、誰？あの、俺、同じ学校の八尾谷。俺、辺見さんに誘われてここに来てるんだよね。もしかして全部俺の妄想だったとか？八尾谷くん？え、本当に八尾谷くん？はい。髪切ったの？すごくかっこいい。え、そうかな。うん、すごく似
緒に写真撮ろう？俺、女の子と自撮りするなんて初めてだ。この写真送ったら、みんなびっくりするだろうな。八乙女くんの存在を知ったのは去年の文化祭だった。友達に誘われて入ったお化け屋敷で、八乙女くんは八尺様の姿で私たちを驚かせた。ポポポポポポッ。もともとホラーが苦手な私は腰を抜かしてしまって、どうしよう、動けない。大丈夫？八乙女くんはそんな私を抱き起こしてくれた。八尺様の仮装を解いた八乙女くんは長い前髪を上げていて、その素顔のかっこよさに私は思わず見とれてしまった。どうしよう、あの教室の外まで一緒に。はい。外まで案内してくれる間、八乙女くんはごめんねと何度も謝ってくれた。その姿を見て私は彼がとても優しい人なんだなと思った。仲良くなりたい。でも声をかけようにも八乙女くんはなかなか隙がなかった。彼が隠れるように移動しているからなのだと私は気がついた。私以外の女子は彼のかっこよさに気がつくどころか怖がっていて、そんな同級生を怖がらせないように彼は目立たないように学校生活を送っていたのだ。どうしよう、私が泣いちゃったせいで気に病んでるのかも。私は八乙女くんにどうにかして好きだと伝えたいと思った。こそこそする必要はないって伝えたかった。そんな時、商店街のくじ引きで温泉旅行が当たり、これを使わない手はないと思った。今回の温泉旅行で八乙女くんに伝えようと思ってたけど、まさかこんなイケメンにイメチェンしてくるなんて、ますます好きになっちゃったよ。ヘミさん。何？ここなんだか涼しいね。寒くない？優しい。私は大丈夫だよ。おっと、大丈夫？王子様。どこ？いや、君だよ。楽しかったね。旅館の部屋にはすでに布団が2つ並んで敷かれていた。ふう。失礼します。お食事のお時間なんですが、少々混み合っておりまして、7時でも大丈夫でしょうか？あ、はい。ヘミさん大丈夫ですか？私も大丈夫。その時間まで温泉を楽しませていただきます。ありがとうございます。美男美女のカップルさんですね。え？いや、違う。ありがとうございます。旅館の人が出て行った後、俺たちは早速温泉行くことにした。大きなお風呂はとても気持ちよく、たくさん歩いた足を癒してくれた。ふう、勘違いされちゃったな。そして温泉を出ると、八乙女くん。男湯の前で辺美さんが俺を待っていた。浴衣姿の辺美さん、かわいい。俺はこの後こんなかわいい子と二人きりで過ごすのか。八乙女くん、どうしたの？顔真っ赤、言い当たりした？いやいや、辺美さんがかわいくて。ありがとう。あ、ごめん、俺変なこと言って。うん、嬉しい。八乙女くんもかっこいいよ。あ、信じてないでしょ。これ見て。これは待ち合わせ場所で撮った写真？辺美さんが見せてくれたのは、彼女が俺と撮った写真を送った友達の反応だった。待って、誰？まさか八乙女？かっこよすぎる。どういうこと？ね、みんなかっこいいって言ってるでしょ。でも髪型変えただけだよ。それが大事なんだよ。八乙女くん、
八尺様の役やってた時にウィッグをつけるために前髪あげてたでしょ。私その時初めて八尾谷くんの顔をちゃんと見て一目惚れしちゃったんだ。え、一目惚れ？あ、へんみさん、ごめんね。急にこんなこと言われても困るよね。忘れて。そういうへんみさんは顔が真っ赤で、彼女が本当のことを言っているのだと分かってしまった。思いがけない告白を聞き、俺はどうしていいか分からなかった。部屋戻ろっか。せっかくの料理も俺は味がよく分からない。へんみさんが俺のことを、妖精みたいに可愛いへんみさんが俺を。ぎこちない空気が流れたまま時間は経ち、おやすみ。おやすみなさい。せっかく友達になれそうだったのに、私のバカ。へんみさんが同じ部屋に。うわあ！え？何の音だろうね。まさか本物のお化け。どうしよう、怖い。へんみさん、大丈夫？大丈夫じゃないかも。本当に苦手なの、お化けとか怖い話とか。そうなんだ、どうしよう。一緒に寝てもいい？え？八尾谷くんが一緒なら怖くないんだけど。へんみさん、この子は俺が一緒にいても怖がらないどころか、俺が一緒だと怖くないんだ。可愛いな。俺は彼女の布団に自分の布団を近づけた。手繋いで寝たら怖くないかな。うん。俺はへんみさんと手を繋いで眠った。しかし、目が覚めると、なぜかへんみさんは俺の腕の中にいた。え？おはよう、八尾谷くん。どうしてこっちの布団に？実は、私、寝相悪くて。そうなんだ。ありがとう、八尾谷くん。え？八尾谷くんが一緒だったから、私、全然怖くなかったよ。可愛すぎる。そしてセクシー。八尾谷くん？俺は寝起きでちょっと髪が跳ねていて、そんなところも可愛いへんみさんを目に焼き付けたのだった。可愛い。そんなに見られたら恥ずかしいよ。すっごく可愛い。八尾谷くん、そんなに大きい声出せたんだね。そんなドキドキし同士の温泉旅行はあっという間に過ぎていき、俺は日常へと帰ってきたと思ったのだが。八尾谷くん、おはよう。本当に八尾谷くん？かっこよすぎ。ねえ、連絡先交換しよう。温泉どうだったの？え？俺は女子からやたら話しかけられるようになっていた。モテキじゃん。そうなの？よかったな、温泉の効能？まさか。八尾谷くん。へんみさん。もう、女の子とペタペタして、私が先に好きになったのに。生徒手帳に大事に写真も入れてるんだからね。俺の写真だったの？都市伝説扱いされていた時とのギャップがありすぎて、どうしたらいいのかわからないが、今日もへんみさんが可愛いです。いつかこの思いをちゃんと彼女に伝えたいな。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画七クマでは、思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。